はい、こんにちは、サルウィンです。というわけで、メイアルカリアさんね、金のメイアルカリアさん、まあ黄土色なのかな、来たので、とりあえず4倍攻撃でしばきますか。えいえい、今日は早かったですね。開幕してましたし、しかも今ちょうど動画撮れるタイミング、まあわかんない、途中で終わるかもしれないんですけど、さあ今どんぐらい当たるんですかね、これね。さあバリバリとコンボを発生させたいが、ちょっと今でもね、対戦のあんまりランクがない数字ですね。このぐらいに止まっちゃうかな。あ、いいコンボは。ああ、惜しいです。バック。ずっと多いですね、やっぱり。さあ、なんか。ロッティが来てくれました。なんか参戦率 30% あるからね、2人目の参戦率が。ホタッちゃんはこれです。アシストは1人ですね。じゃあナメちゃんが押していく、いい感じですね。さとかちゃんのキラーでも見れないなんて残念ではないですよね。まあ、どうしようかないかな。でもコンボは出ませんね。どのぐらい出るんだろう。3000万とか出たらいいかな。そうですね。際どいですね。速攻が2本あると考えてますね。やっぱラムちゃん欲しかったですね。どうなんですかね、超速攻もドロップするんでしたっけ。まあ、ワンチャンまだあるかななんて期待はしているんですが、どうでしょうっていうね。まだまだ行くよ。コンボ発生します。コンボラン成立が激低でございます。終わりました。あ、全然ですね、2コンボだな。2269万6900と神々だったんですけど、まあ仕方がないですかね。そしたらあれだよね、みんなからの、あ、早い。さすがに早いね。最初、この配送ね、てか別に早いですね。確かに私はちょっと出遅れたんですけど、気づいたら始まってたみたいな、ね、ちょっといろいろやってたら遅くなっちゃいましたが。というわけで、もちろんですね、無理せず楽しく頑張っていきましょう。というわけで、これもセクロイトは見よっか。アイゼンケラス。なかなか中級とか最近出したの私、これ、どうだろう、毎回いたっけ。あ、意外とでかいぞ、これ。ちっちゃいかと思ってた。あんまり見覚えないな。マッコーが参加しました。アイゼンケラスをぼかしていく。ここは最後まで見なくてもいいかな。なんか倒しちゃったから、圧倒的な攻撃パッキングはもう見れないから。あ、そんなことないか。アバッキって相手が直接してきましたっけ。いるんだけど、出てこないかな。今回はね、結構いけるとこまで行った。早い。早い。まあ、中級までじゃね、まだ中円出せないですかね、ワンパン倒したから。これどうなんですかね、中級も、いや、中級は出さないよね。ちょっと、あ、来た来た。エンプラーケラスですね。これを見ましょう。このバフの発動が、どうなんだろうな。あ、むしろあれか。これもしかして逆の方がいいのか。
これ、特許のエクレアってもしかしてダメ？特許のエクレアってその専用爆スキル持ってないんじゃない？思ったけど。特許 SR の方がいいのかな？今更思いましたが。これどうだろうね。ああ、そんな気がすごいしてきた。このエクレアって特攻補正あるけど、なんか、専用特攻バッグ持ってないっすよね、確か。そう考えると、あれ、待って、ちょっといろいろと、また、あれだな、配置替えしないとダメかもしんない、メモ化の。そうだね、多分、フレンドのみんな多分、あれつけてないよね。わかんない。ちょっと一応見てみようかな。こうやって飛ばしますね。そうですよね。ちょっと待ってね。結構重要だよ。重要ですね。そうだね。ちゃんと読んでないけど。これが、特攻倍率、特攻バフ。特攻倍率は持ってるんだけど、特攻バフはね、そうですよね。エクレアの方は特攻バフ持ってないと思われるんだよな。ちょっと待って、まだ残ってるよね。そこじゃない、違うの。これか。これ、特攻バフはないんじゃない？誰が装備したメモ化回復力が適用されます。ということだよね。で、イベント有利なんだけど、特攻倍率しか書いてない。特攻バフついてない。これダメですね。特攻バフが欲しいな。さっき発動しましたよね。オリーブのやつ。さとかちゃんにつけるべきなのか？チーム、入れ替えるですか？でもな、弱いんだよな。弱くはないけど。結局でも、ニホちゃんとか32万でしょ？超えられないんだよな。超えられない壁なんだよな。まあ、さちこさんにつけてるせい。いや、でも一番星だからね。これはどうしたらいいんだ？難しいな。というわけで、ご意見お待ちしてます。このままでもいいのかな。さっき特攻バフ発動してね、あとちょっと見返してみよう。特攻バフって、まあ、できればパートナーにしていた方が、なんか 100% 発動とかに確かなるっていう話を聞いたことがある気はしますが。あくまでも気がするだけ。まあ、とりあえず、いけるとこまで行きましょう。ポスターが2。はい、というわけで。じゃあ。まあ今回はね、メイアルカリアさんのパートということで、お疲れ様でした。バイバイです。